実は歴史上の偉人が祖先の芸能人。参戦。クリス・ペプラー。明智光秀。アメリカと日本のハーフでタレント、ナレーター、声優として活動するクリスさん。織田信長に謀反を起こした歴史的大事件、本能寺の変で知られる明智光秀が祖先。明智光秀の実子と言われる時頼勝の子孫で、それが縁で明智光秀が築いた城下町である福知山市の特別大使にも就任しています。第5。渋沢栄一、福沢諭吉、第74代内閣総理大臣竹下登さんの孫として知られる大吾さん。約500の企業の設立、育成に携わり、日本初の銀行を設立した渋沢栄一や、学問の勧めを出版し、一万円札にもなっている福沢諭吉の遠い親戚だそうです。さらには、加山雄三さん、小野洋子さん、三島由紀夫さんの遠い親戚でもあるそうです。伊達みきお。伊達政宗。サンドウィッチマンのツッコミ担当の伊達さんは、仙台藩初代藩主伊達政宗の遠い親戚。伊達政宗の直系ではなく、伊達氏の分家である大江田氏の末裔だそうです。伊達さんがお笑いの道を行くと父に話したら、伊達を名乗るな、と怒られたそうです。ちなみに偶然にも伊達政宗とは誕生日も同じだそうです。